第二次ハリコフ攻防戦。第二次ハリコフ攻防戦は、1942年5月に、ウクライナの大都市ハリコフの周辺で行われた、ハリコフ奪還を目指すソ連軍と、数軸軍の戦いのこと。ジモシェンコ攻勢あるいは、バルベンコボ攻勢とも呼ばれる。ドイツのモスクワへの攻勢、台風運作戦を防ぎ、もはや、ドイツ軍に、 進撃の余力がないと見るスターリンによって起訴された構成の一つである。装備、熟練度とも痛手から立ち直っていないソ連軍が大敗、6月からのドイツ軍の南部戦線での構成、ブラウ作戦で序盤のソ連軍の一方的敗走を招く原因となった。1941年11月時点での南部戦線はロストフでドイツ側が突出していた。 ソ連はドン川に面し、カフカース方面に通じる要衝であるロストフに攻撃を加え、ドイツはタガンドクまで引き、ハリコフ・ワルチョーモフスク・タガンドクに強固な陣地を敷いた。これに対しアゾフ海へとドイツ軍を追い詰めるため、ソ連軍は1942年1月18日に、ハリコフイコール・ワルチョーモフスク間からドニエプル川、目指して、進撃を開始した。 バルベンコボロゾバーヤ作だが、この作戦は、ドイツ軍の反撃で、都市粒、イジュム都市粒、バルベンコボ都市粒とも言うを作るに止まり、以後クリミア以外の前線は、雪解け機となり、1942年5月までドン、可愛いせで降着した。1942年3月28日から30日にかけて、クレムリンで、春季夏季の作戦方針を検討する。 戦略会議が開かれた。会議には、参謀総長、シャポシニコフ元帥、西方面軍司令官、十五不上級大将、参謀本部作戦部次長、バシレフスキー少将、南西方面軍司令官、チモシェンコ元帥、南西方面軍参謀長、バグラミアン少将をはじめとする、赤軍幹部が集結した。参謀総長、シャポシニコフ元帥は、 積極的防御に徹して戦力の回復を図り戦略予備を温存すべきだと主張した。それに対してチモシェンコは3月22日に提出した南西部での南方軍集団に対する反作戦を再び主張した。チモシェンコはスタッフ家の戦略予備投入を求めたがモスクワへの再構成を恐れたスターリンは南西方面軍単独での作戦案を要求。四月十日 南西方面軍司令部は、スタッフ下に南西方面軍の3個軍、第6軍、第21軍、第28軍と1個機動集団を主力とする、攻撃作戦でハリコフ氏を奪回するという新たな計画案を提出した。スターリンは、この改定された攻撃案を承認し、攻撃開始日は5月4日と定められた。犯行の主力となるのは、 ハリコフ北東に展開する第28軍、ギャブイシェフ中将と第21軍、ゴルドフ少将であった。都市部の北翼に第6軍、コロドニャンスキー中将、そして第6機兵軍団、ノスコフ少将と第7戦車旅団、ユルチェンコ大佐の混成部隊である、ボブキン少将いる、機動集団が南東からハリコフに迫る。第6軍と、 第28軍の中間に展開する第38軍、モスカレンコ少将が、牽制作戦を行う予定になっていた。作戦は5月12日に開始された。ドイツ側では、下記構成計画、ブラウ作戦が立案されていたが、その準備的作戦として、イジュムと出部を切り取ってしまう、フリデリクス作戦が立案されていた。第6軍が、北から、第1総工軍が、 南から都市粒の根元を攻撃するものである。5月12日、ソ連第28軍を中心に右翼の第21軍がドネツ川を越え、ハリコフ正面のドイツ第6軍西翼に攻撃を開始した。13日ドイツ第6軍は第3装甲士団と第23装甲士団を投入して反撃に転じ、 ハリコフ正面への攻勢は15日には頓挫した。ドイツ第4航空艦隊の攻撃により、ソ連軍は兵隊を叩かれ戦力移動を大幅に制限されていった。ソ連軍の攻勢が停滞する中、ボブキン機動集団の進撃は目覚ましく、ドイツ第8軍団を突破して、クラスのグラードを攻撃し、さらにポルタバの南方軍集団司令部を脅かした。5月15日。 南西方面軍司令部は、ボブキン機動集団の活躍により、ハリコフ地区のドイツ軍は粉砕されたと報告したが、ドイツ軍は、すでに迅速に増援を展開し、反撃を開始していた。南方軍集団司令部の、フレデリクス作戦は、当初、北翼の第六軍と南翼の第一総甲軍による攻撃を、想定していた。しかし、ソ連軍の攻勢により、 第6軍は防衛戦の維持で精一杯であり、南方軍集団司令官、ボック元帥は、南翼の第1装甲軍に増援を加え、南翼のみでのフレデリクス作戦を決行した。クライストの第1装甲軍に、第3装甲軍団、第44軍団、第52軍団からなる増援を加え編成、クライスト軍集団に、快速、17日に、 伊集ム都市粒への攻撃を開始した。5月17日午前4時、第3総合軍団、マッケンゼン大将が、南部方面軍の第9軍、ハリトノフ少将と第57軍、ポドラ中将が構える都市粒の南翼に襲いかかった。この戦区では十分な防御設備が構築されておらず、有志鉄線が張られていたのは170キロもの、前線のうち11キロほどで、 陣地の重心もわずか5キロほどに過ぎなかった。クライスト軍集団は、翌18日までに、スラビアンスクから、イジュムに至るドネツ川の西岸地域を占領し、結果として、幅80キロの大穴を、ソ連南部方面軍の南翼に開けることに成功した。病身のシャポシニコフに代わり、参謀総長に就任していたバッシレフスキーは、作戦の中止を求めたが南西方面軍司令。 コステンコ中将は攻勢の継続を主張し、スターリンも前線司令部の主張を指示した。5月17日、第38軍司令部は、偵察部隊が捕獲したフレデリクス作戦の詳細を記した機密書類を解読、脅迫したチモシェンコは直ちに全軍に対し、ハリコフ攻勢の中止と戦車部隊の移動を命令したが、すでに手遅れだった。5月22日、 第3装甲軍団の戦闘を進む、第14装甲士団、キューン少将は、バラレア東方でドネツ川に到達し、対岸には、第51軍団、ザイドリッツイコールクルツバッハ中将が展開した。ハリコフ南方の都市部に布陣するソビエト赤軍の2個軍、第6軍、第57軍が退路を断たれ包入れた。5月23日、 チモシェンコは包囲された日本軍に対し東方への脱出作戦を開始するよう命令し、南西方面軍司令官コステンコ中将に退却作戦の指揮を命じた。包囲されたソ連軍の核部隊は必死に包囲網の突破を試みたが、脱出できたのは第23戦車軍団と一部の戦車部隊であり、多くの兵士が機銃相当と対戦車砲の餌食となった。5月28日、 第二次ハリコフ攻防戦は終結し、この戦いで、ソ連軍は、戦車652両、火砲4924門、兵員26万7000人を失った。大半の戦車は、土熱川を渡れず破壊、捕獲され、航空機の半数が失われ、何より攻勢を担った優秀な召喚将校が多数、戦死してしまった、南西方面軍司令官、コステンコ中将。 第6軍司令官、ゴロドニャンスキー中将。第57軍司令官、ポドラス中将。機動集団司令官、ボブキン少将。スタッフかも、南西戦域軍司令部も稚拙な偵察と楽観視の、結果、ドイツ軍の正確な戦力を見誤っていた。ソ連側は、ハリコフ地区のドイツ軍兵力を11個手段と1個。 装甲師団だと予測していたが、実際の土井軍兵力は16個師団と2個、装甲師団であり、ソ連側の予測をはるかに上回っていた。また、各方面軍司令部の情報共有も行われず、南部方面軍司令部は、ボブキン機動集団の側面を脅かしていたドイツ17、軍の存在を南西方面軍司令部に伝えなかった。攻勢に向けた戦力移動も、 構成開始日時までに完了せず、作戦に参加する予定だった32個、砲兵連隊のうち実際に参加したのは17個、砲兵連隊だけであ、ソ連軍機動集団の中核だった第3、新鋭機兵軍団は、戦力の集結に、作戦開始から3日かかった。様々な遅延と相互が戦場を混乱させ、ソ連軍の指揮系統を破綻させた。 双方がこの作戦に投入を予定していた戦力は、兵士数、戦車数、航空機数どれもそれほど差はなかった。だが、ドイツ側の巧妙な疑瞞作、インゴ名、クレムリンにより、ドイツ側の主攻撃の目標を、モスクワ正面と誤認したこと、ブラウ作戦の準備で兵力を集中させている、南部方面に無茶な攻撃を仕掛けたことが、裏目となり、逆に、ウクライナの全域が、 ドイツ側の手に入ってしまった。ソ連軍の優位は、戦車戦力において、前年と比して、軽戦車はヘリキロボルト -110 戦車、T-34 中戦車の割合が増し、英国から供与された、マチルダ E 不評戦車、バレンタイン不評戦車、米国からの M3 中戦車リーが加わり、戦車の質がドイツの上を行く点にあった。対して、 ドイツ軍の優位は、豊富な戦闘経験に、裏打ちされた自動車化による不評の機動力、行き届いた連絡通信網により、単なる数量比較以上の戦闘力が出せる点に、あった。さらに重大なことは、まだソ連は、ドイツの戦車戦術を吸収しきっていなかったため、前年の損害により、機械化軍団は解体され、師段単位で編成するには、 数量不足であったとはいえ不評の中に旅単位で配置したことにある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。